阪急6300系電車。阪急6300系電車は、阪急6300系電車は、阪急電鉄の特急系電車。京都本線の特急運用に充当するために設計、製造され、派生番台である6330系、6330系の8両編成1本と合わせ8両、編成9本系72両が製造された。本では、 解説の便宜上、梅田方先頭車、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として記述する、例、6350以下8両編成イコール6350回。京都線特急で運用されていた2800系は、予備車なしでのフル稼働状態が続き、車両検査時にロングシート車による代走を余儀なくされることがあり、乗客から苦情が寄せられていた。 2800系を一編成増備する案も持ち上がったが、登場から10年以上が立ち陳腐化が進んだため、新たにデザインを一新した特急車を新造することとなり、1975年に6300系が登場した。1976年に鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞した。2018年、平成30年現在、 阪急のブルーリボン賞受賞者は本系列が唯一である。2008年より廃車と嵐山線への転用が始まり、2010年には京都線特急での運用を終了した。2011年からは内装を京町下風に改装した観光列車 K トレインの運転が開始されている。車体は普通構成で2800系と同様片側に扉、 両開き扉としたものの、扉を両端に寄せ、側窓は2800系と同様の二連式の一段加工窓を並べて特急車としての風格を持たせた。車体寸法は京都線の諸施設が許す上限値一杯として設計されたため半急では最大となっており、車両限界の異なる新方線と大阪市交通局、大阪市営地下鉄、 坂筋線には入線することはできない。塗装は、マルーン一色から屋根に近い部分にアイボリーを入れて、差別化を図った。また、竣工当初は塗り分け線の位置が 20mm 程度かだったが、前面の種別、行き先表示器部分で途切れて、漢字が悪かったことから、6351回は、正面塗り分け線の位置変更テストを行ったが、後に全社に、 全部の塗り分け線の位置を変更した。乗務員室の拡大で、直後の客室は窓のない壁となり、H のイニシャルマークが装着された。マークは当初、半球と漢字での表記が検討されたが、最終的には半球百貨店の女性従業員が付けていいブローチをモチーフとしてデザインされた。全面形状は2200系と同一仕様ではある。ものの、 貫通扉から全照灯、微灯、標識灯周りをステンレス製の飾り板付きとすることで高級感を醸し出している。計画段階では前面ガラスをパノラマウィンドウにする案もあったが、実際は従来と同じ形状となった。前面表示器は2200系と同様に、左、車掌台側が行き先表示器で、右、運転台側が 種別表示器として配置されている。その理由は、堺筋線直通車としても運用されている3300系などの行き先表示器車掌台側に設置されているのに合わせたためである。全面表示器の位置は2200系以降の通勤車より 20mm 程度上に設置されている。主に特急で使用されることから、座席は運転室直後の二人掛けロングシート以外は、 全席クロスシートとしている。クロスシートは扉に接する部分以外はすべて転換式で終点での折り返しの際には運転室のスイッチ操作で一斉転換が可能である。また、ラッシュ時以外は扉部分に設けられた補助席を使用できる。また、切りマ部の窓が廃止されて長距離列車の面向きも備える。座席表時は一般車と同じゴールデンオリーブ。 緑色であるが段折りモケットとして差別化を図った。クロスシート上部にはデザー製のカバーが装着されている。座席の袖はデコラバリとされた。落成当時は車内釣り広告なしで1990年代に使用され始めたが広告は多系列と異なり片面一種類のものが使用され、数は一般車が一両あたり六列なのに対し四列と少ない。 また、各、扉上の広告、路線図形示スペースは、多系列では出っ張りであるが、本系列だけは、くぼんでおり、扉上部のカバーを開けて内側から取り替える。主要機器面では、設計当時の京都線一般車である5300系を基本としている。運転台の主管制御機は、2200系と同様に、ワンハンドル式が採用された。 本系列の導入当時、特急に充当されていた2800系では、主管制御機とブレーキが分離している、通販ドル式であり、さらに当時の特急の停車駅は、梅田方面から13駅、大宮駅、唐須間駅のみであり、13駅大宮駅間では、運転士が約30分もの間左手で、主管制御機ハンドルを握り続けなければならなかった、低速制御装置により、 時速 105km 以上を出すにはマスコンを押し込んで回す必要があり、手を離すと速度が落ちると同時に、デッドマン装置が作動してしまうことで、運転操作上安全性に問題があるとされたことから、ワンハンドル式が導入された。導入に際しては開発した東京急行電鉄の協力を得ており、当時の阪急社員が実際に東急で操作を体験している。 京都線車両では元来、主管制御機の電源操作は逆転ハンドルの着脱により行われる仕様であったが、ワンハンドル式の採用により、新方線車両と同様に鍵操作で行われるようになった。また、ワンハンドル車両は、電気笛が標準装備され、ハンドル右側に押しボタンが設置されている。なお、ワンハンドルにもデッドマン装置は装備されているが、 握り棒下部の灰色のレバーが、デマンスイッチとなっている。左右いずれかでハンドルを握っていれば作動しない。走行機器は5300系と共通の東洋、電気製造製で、制御方式は抵抗制御手電動機は、出力 140kW 駆動方式は、TD 並行、カルダン駆動方式を採用する、WN 駆動方式とする資料ある。ブレーキ装置は、 日本エアーブレーキ製で発電ブレーキ併用電気指令式ブレーキ HRD-1D 発電ブレーキ併用を装備する。パンタグラフは下枠交差式で中間電動車の6800型に各2機が搭載される。6357階に組み込まれる6817の終電船は先端が一体となる3300系類似の 形態となっていた。高槻市駅、茨城市駅付近の連続立体交差、高架工事が開始されると、助行運転のために所要時間が伸び、運用本数が一本多く必要になったことから、1984年に8両、編成一本が追加製造された。当時増備途上の7300系と同じ境、自直波制御を採用し、 形式も区別されて6330系、または6330系と呼ばれる。車体は6300系とほぼ同様であるが、前面表示幕の高さが 20mm 下がり、2200系や6000系と同じになった。制御装置や、運転台へのバイパスブレーキボタン、天井空調吹き出し口のラインフロー化、貫通ドアのガラス寸法拡大、 堺寺直派制御など7300系アルミ車に順次多仕様となっている。座席素ではモケット張りに変更、補助椅子は運転台からの操作で一斉に施錠、解錠が可能となった。電動車は編成両端の各2両に組成され、両先頭車は制御電動車とされたため、車両番号は6358、6458ではなく6330。 6430とされた。主要機器は7300系と同様の境、自直波制御を採用し、主電動機出力も150キロワット、電気指令式ブレーキは電力改正優先ブレーキ付きのハードマイナス1となっている。駆動方式は WN 駆動方式が採用されている。パンタグラフは制御電動車の6330型と、 中間電動車の6830型に搭載される。6330回はメーカーのアルナ後期から国鉄線を公衆輸送された最後の阪急車両でもあった。阪急としては2017年、平成29年4月現在、純粋な特急、快特型としては6330回が最後の車両である。6300系は 1975年から1978年までの間に合計8両編成8本の64両が製造された。編成は 4M4T で両先頭車が制御車となっている。1984年には6330系の1編成6330回が増備された。6300系と同じく 4M4T だが、電動車は 先頭車を含む両端に配している。1980年代前半まで、大宮駅と西院駅では、ホーム有効長が7両分しかなかったため、ドアカットスイッチが設けられていた。このドアカットは上り下りとも、進行方向の最後尾車両のみで、ホーム延伸の際に装置は撤去された。ドアカットを実施していた時期には、 両戦闘車の扉の戸袋部分にドアカットする胸を表示したステッカーが重複されていた。これは、後の携帯電話電源オフ車両のステッカーより一回り大きいサイズである。種別表示幕の急行の表示については、2200系と同様に、当初は白地に赤文字で急行の表示、特急の反転であったが、1982年に黒字に オレンジ文字の表示、急行に変された。しかし、黒字に白文字の、普通表示と区別しにくいとの苦情を受け、急行表示が1992年に、現行の快速急行と同じオレンジ地に黒文字、急行に変更された。1987年に、河原町方先頭車、8号車、6450系。 6430系にカード式の公衆電話が設置された。特別料金不要の列車に使用される車両としては日本初である。1992年の CI 導入による新車掌制定により H のイニシャルは撤去されて新車掌が重複された。1994年から翌年にかけては乗務員室広報に縦長の小窓を設置する改造が施行された。 その理由は、格好ばかりで、窓がないのは、けしからんという乗客からの声が、新聞の当初欄に掲載されたためである。特急停車駅の増加に伴い、各扉周辺で、吊り川が増設された。本系列は、優先的に特急運用に充当されていたが、初期車の登場から30年以上が経過し、陳腐化、老朽化が進んだため、 新しい特急用車両として2003年10月に9300系が投入された。これは本系列と異なり、扉間にクロスシートを採用したものの3、扉車とされた。背景としては、並行する JR 京都線の急速な輸送改善や、名神高速道路の拡幅による、道路事情の改善など、阪急京都線を取り巻く環境が大きく変化した、ことが挙げられる。 本系列は、当初、主に、京阪間ノンストップの特急に充当されていたが、輸送形態の見直しに伴って、中間主要駅への停車が徐々に増え、多数の区間利用客が乗降するようになった。2、扉車では、扉数が少なく乗降に時間がかかるため、しばしば遅延の原因となっていた。9300系の構造は、このような輸送形態の変化に対応したものである。 6356回は2007年3月から旧車となっていたが2008年7月に6456を除く7両が大体廃車解体され6300系で初の廃車となった2009年安全報告書で年度内に京都線で運用されている6300系を9300系に置き換えることが公表され2010年1月8日を もって、京都本線の営業運用から一旦外れた。同年2月12日には、同年2月末をもって置き換えられることが発表され、引退記念運行として2月21日から同月28日まで6350回が、最後の京都本線特急運用についた。なお、これを記念したヘッドマークが、同年2月24日から28日まで、掲出された。 嵐山専用にリニューアルされた編成以外は6330回も含めて2009年11月廃車済みすべて廃車となると報じられていたが6350回については6両に原車の上、降落機の梅田駅嵐山駅間の臨時快速特急運用に充当されていた後日その後2010年11月には2011年5月ダイヤ改正後に 土曜、休日ダイヤにおいて、現行の特急よりも、停車駅を削減した、京都光客向けの特急列車を6300系で、運行する計画があることが報道されたほか、同年2月21日には、阪急電鉄からも公式発表があり、3月19日から、梅田駅嵐山駅間の快速特急、淡路駅、桂駅間は、無停車で、軽トレインの営業運転を開始した。 6350回については、2010年の臨時列車運用後は、小弱車庫で旧車となり、2016年に6350号車を除いて解体のため搬出された。6351回から6353回の3本は、2008年から2009年にかけて嵐山線向けに4両編成に変更し、内装などをリニューアルした。 観光客の利用が多い路線での運用となるため、リニューアル後は2、扉セミクロスシートとなった。リニューアル車両は2009年4月2日より、嵐山線にて営業運転を開始し、同線で運用されていた2 3 0 0系を置き換えた。なおこの改造とは別に、2014年に6351回から6353回は、全消灯が、 白色 LED のものに変更されている。6354体は2011年に観光客向けの列車への重当を目的として、強風に更新工事が施行され、同年2月18日に出場した。この列車は乗車した瞬間から京都への旅の期待が高まるような演出を施すため、京都の和とモダンをコンセプトに、 京都の町屋をイメージした内装に改造している。登場当初から京都線車両として2010年1月8日まで基本的に特急以上の種別、昼間時は特急、平日朝夕ラッシュ時は通勤特急に充当されていた。また平日朝ラッシュに茨城市発河原町行快速急行2本、早朝と深夜には桂車庫に入り、 出庫するための送り込み列車として、普通、各駅停車にも充当された。2002年には、国土交通省によるモデル調査を受け入れる形で5号車、梅田方から5両目の車両を、女性専用車両とした。当初は、本系列で運転される平日内や終日の特急、快速特急、通勤特急に行って、女性専用車両を設定していたが、 2008年7月からは、9300系で運転される平日ダイヤの特急、通勤特急にも拡大された。2007年3月のダイヤ改正で、淡路駅に特急が停車するのに伴い、2度和車の本系列は、乗降に時間がかかることから、特に平日昼間時、土曜、休日や漢時を中心に運用が削減された。その後も、特急、通勤特急ともに、 順次9300系に置き換えられ、6300系による運用は減少していった。駅に掲示されている時刻表やポケット時刻表にはに、扉車である旨、インの記載があったが、2008年7月以降は、女性専用車両の表示、インに変わっている。前期の通り、2010年2月28日に、引退記念運行を実施したが、 その後6350回を6両編成に、現社の上、降落期の梅田駅嵐山駅間の臨時快速特急の運用についていた。2011年3月19日からは前日の強風リニューアルを施された6354編成、軽トレインが土曜、休日ダイヤでの快速特急運用についている。なお、13駅では、 ホームドアの設置が予定されており、扉の位置が異なる6354編成。K トレインは2019年3月のダイヤ改正から13駅を通過する快速特急 A に充当される予定である。県などで他の車両が代走した場合も13駅通過扱いとなる。6351回、6352回 6353階の4両、編成3本が2009年4月2日より、ドアや化粧板の交換、クロスシート部の横2列、プラス1列化などのリニューアル改造を受けた上で、船内普通として運行している。これに先立って2008年10月29日に6355階が、中間車を抜いた6両編成で、嵐山線に入線している。 2012年4月1日現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。